アケイナ親は日本の彫刻家、長野県出身の彫刻家である、トバリ・コガン、アントワーヌ・ブールデルに支持した。日本美術院の同人であったが、脱退して日本彫刻家協会を結成した。代表作となった紙は東京国立近代美術館に収蔵されている。その他、翌ごとラフが東京芸術大学大学美術館に収蔵されている。 長野県諏訪郡平野村に生まれ、同村の天国家の八幡高所の影響で彫刻家を、志した。上京後、戸張古岸に指示し、東京美術学校彫刻本家創造部を卒業。日本美術院展に3年連続入選した後、1924年、フランスへ留学、同郷の清水隆らとパリに住む。アントワーヌ・ブールデル門下に入り、東洋人初の塾長となった。 1927年基調、日本彫刻会に、フランス近代彫刻の新しい風を吹き込んだ。昭和の初め頃より、東京下落合にアトリエを持って、制作に没頭し、1936年には、日本彫刻家協会を結成してそのリーダーとなった。1940年チ,ョーチフスのため、東大病院で救世した。47歳であった。 作風は、ブールデルに学んだ感銘で、堅固な構成から、帰国の後、引ン,ン時代には、次第にロマン的傾向を表し、自由でおおらかな独自の作風へと発展をしていった。大理石彫刻が多い。長男は彫刻家の武井武氏。小沢福太郎を久さしぞう。ありがとうございます。